お客さんが良し悪しのリズムで手を叩きます。ようやく、ようやくベルトを取ることができました。ありがとう。だいたいね、タイトルマッチする前とかね、試合勝った後、何喋ってやろうとかね、いろいろ多分ね、他の人考えてると思うけどね、俺はね、今こう、マイク持ってる、今現在ね、ノープランで話しますからね。ノープラン。ノープランって言い切ったね。ノープラン。ああ、何にも考えてないと思う。俺が言いたいのはね、物事が変わるのは一瞬、ずっと言ってきたけどね、全く変わらなかった。もちろんね、やって毎回変わってたらね、そんな人生楽しいことはないよ。なかなかうまくいかないから、だからね、すごく楽しいと思うんだ。いやー、なんか説得力というかね、なんかありますね、ほんと。とりあえず今ほっとしてるのはね、昨日俺が試合後に言った約束、今日ようやく、ようやく約束果たせたから、もうそれだけで今すげえ胸いっぱいだから。よし橋、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 お客さんに伝わってます。俺だけじゃないよ、あなたたちも、あなたたちも明日ね、明日もし何かつまずいてることがあっても、何か大きく変わるんじゃないか、俺はね、願ってるよ。皆さんも願う。もしもつまずいてもね、またね、立ち上がればいいんだよ、それだけ。よしよし、五六。明日以降、俺も、そしてあなた方も何か大きく変わりますように。何かが変わるとき、そう、物事が変わるのは一瞬だ。後楽園のメイントーナメント決勝まで俺を連れてってくれた岡田さんと矢野さん、本当にありがとうございました。そして最後の最後に本当にすみませんでした。俺のこのレスラー人生の長い長い、これからも続くレスラー人生のもう一つの目標できた。吉橋さん、後藤さん、そして石井さん、あなた方に一人ずつリベンジすることです。最後、心から俺はケオスで本当に良かった。まあ泣きましたけど、同じケオスでし、いい戦いがね、まあ、お客さんにストレスがたまるような試合が最近多かったと思うんですけど、満足してもらえるような試合がケオスでできたんじゃないかなと思います。まあやっぱりね、こんなニュージャパンカップもそうですし、本当に栄冠の一歩手前でっていうのはすごい悔しいことですけど、まあやっぱりね、同じ相手がチャンピオンになりましたし、本当に吉田さんがね、目の前で、まあ、僕たちを倒してチャンピオンになったっていうことで、まあ今日の戦い見てもらえればネバーシックスメンの
価値も上がったんじゃないかなと思います。まあ、こんなに激しい戦いをする今のチャンピオンですから、また機会があればもう一回やりたいな。まあ、でもコンビネーションはやっぱり向こうのが連携取れたと思いますし、まあ、でも本当にケオス全員でメインイベントでやることができたんで、なんか2020年いろいろありましたけど、なんか忘れられない一試合になりそうです。ありがとうございました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 。この3連戦はもう良し悪しが全てだろう。ここにベルトあるのは良し悪しのおかげだ。ここに来るまで散々レスラー、マスコミ、ファンにいろいろ言われてきただろう。でも本人はよ、着実に一歩ずつ一歩ずつ、ゆっくりだけど着実に前歩いてた、その証だよ。いいんだ、周りに何言われようが何思われようが、何年かかろうがたどり着きゃいいんだ。たどり着いたろ今日。これからよ、今までいろいろ言ってきた野郎だわよ、黙らせるぐらいの試合をすればいいんだよ。なあ、よしよし。そうですね。まだ、1個やって3個進む人間もあれば10個進む人間もいるしね、その半分の人だっているよ。多分今こうやって見てる人間の見てる人たちっていうのはね、多分1個進んでもね、そんななかなか進めない人が多いんじゃないかなと俺は思ってるよ。別にね、何言われたっても構わないけどね、お前はじゃあそれの生き方できるのかと、自分自身のねことを俺の生き方照らし合わせてできるのかって、それだけだよ俺はね。ここまで来るのはね、もちろん運もあったしいろいろあったよ。でもね、諦めつかないでやってきたっていうのはそれがあるからね、それ自負あるから自信あるよ、それだけは。だからね、別に何言われたってね、じゃあお前それやってみろって、俺それだけ、もう自分を信じるしかないからね。誰も助けてくれないから。でもね、石井さん、後藤さん、タッグリーグ一緒に出てね、あと一本のとこで栄冠掴めなかったし、今日こうやって一緒にベルトを掴んだのはすごい、めちゃくちゃ嬉しいですね。結構僕とかね、なんかこう感動するような映画とか見てもね、全然涙出ない、出たことないけどね、今日はさすがにね、泣きそうになっちゃいました。それはね、正直なところね。これが夢で、本当に良しあしかね、俺夢をもらってね、夢をもらったよ。こんな不安のね、世の中だけど、やっぱり一つ言えることは、諦めなければこうして結果はついてくるってことだよね。俺ら三人ともね、喋り達者じゃないけど、でもね、まあ、小沢と石井さんの何かね、まあ、ずっと世話になってたから喋ることぐらい俺頑張ろうと思って、それだけ。俺もその喋るの得意じゃないから、でもね、気持ちだけは伝わったかなって、見てる人にね。大事、俺にも伝わってるから見てる人たちにきっと繋がってると思う。大事なのはね、格好つけてね、上辺の何かね、見せるだけじゃないんだよ。それそういうのじゃなくて、俺が見せたいのはね、あなた方に見せたいのはね、明日ね、生きていく力、それだけ。別にね、俺のことにリスペクしろとか、かっこよく見てくれなんて俺は一切思ってないよ。ただね、言いたいのはね、まあ、俺たち、喋り下手だよ。でもね、戦ってね、あなた方にね、明日生きていくね、強さ見せたいね、それだけ。あんま喋るの上手くないからね、伝わるかわかんないけど、でもそれだけは言いたいかな。まあ、あとリング上でね、泣けなかったのはね、泣かなかったのはね、これで終わりじゃないでしょ。ネバーこの6人で取ってさ、また、まあ、個人的にはだよ、後藤さんがさ、IWGP のヘビーさ、取る俺見たいからさ、それはね、一ファンとして、もちろん石井さんもそういうの俺見たいから、もちろん俺もね、ネバーっていうのはね、今後 IWGP とかそういうとこに行くための鍵だって俺ずっと思ってるから、このままじゃ絶対終わんないから、戦って、戦って、
俺たちはね、くすれないからよしよし、また明日から戦っていくから、ありがとうございました。さあ、3人で取れてこっからだよ。本当、よかった。次ね、シングル取ったら泣いちゃうよ、俺はね泣いちゃうから。この3人で、この3人で本当取れて、一番本当それが良かった。